はじめまして。リラックスストーリーズテレビというチャンネルは、ASMR を感じながら美しいイラスト動画を見ながら聞くことができる、小説の朗読チャンネルとしてコンテンツをリニューアルしました。心地よい音楽とともにお楽しみください。当チャンネルでは字幕なし、字幕あり、英語字幕、韓国語字幕、中国語字幕、ヒンディー語字幕といった複数の言語で配信しています。初めてご覧いただく方はぜひともチャンネルをご覧ください。新たな体験をお届けできるように心を込めて制作してまいります。動画の最後には今回の小説に関連したエッセイを朗読しておりますので、ぜひ最後までお聞きください。このチャンネルを気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価、そしていいねボタンを押して、更新のお知らせをお待ちいただければ幸いです。リラックスストーリーズテレビで、皆様がリラックスした時間を過ごしていただけますよう、心より願っております。今回の本のあらすじ紹介です。泣きながら縁台から顔を出した子猫はやっとの思いで縁台に登ると、一目散に黒にあげたキャットフードを食べ始めました。鉄蔵はこんな小さな子猫が硬いキャットフードが食べられるものなのかとびっくりした様子で見ています。それを見ていた義理の母よし子は焼き酒の残り物を持ってきてお皿に置きました。子猫は一生懸命食べていますが、まだ小さく、食べる速度が遅いので白が来たら取られてしまいそうです。なかなかお皿は空になりません。子猫はひたすら食べています。そこに風のように白がやってきましたが、黒が追い払ってくれました。お腹いっぱい食べた子猫はご飯を取られないように皿の前で寝てしまいます。それを見て安心したのか、鉄蔵と家族は乾杯をしてすき焼きを食べ始めます。子猫が寝ている間に家族は話し合います。この子猫を家に住まわせるかどうするか、鉄蔵には権限がありません。家族は子猫が怖がらないように縁台のガラス窓を10センチメートルほど開けました。もし家に入ってきたら一緒に住むことになりそうです。鉄蔵は何度も入っておいでと呼びかけますが、子猫は窓の隙間に背中を向け暗闇を見ています。なかなか家の中に入ってきません。外は暗く雨が降り、冬に向かって秋の風も吹いています。そんな時、しびれを切らした鉄蔵の妻が子猫を抱き上げようと試みます。しかし子猫はすり抜けて闇の中に消えてしまいました。この物語は一人の男性と家族、そして一匹の子猫を加えたヒューマンドラマです。目や体だけではなく、心を失ってしまった人々に希望を与える物語です。作者は自身の目の病気の経験からこの作品を書きました。読者は鉄蔵や彼の家族、そして出会った真っ白な子猫の運命を見守りながら、心温まるストーリーを楽しめるでしょう。さあ、物語が始まります。ミナシボルルの幸せ。第三章、家に入りなさい。縁台の下から覗いた小さな白い顔は、黒いお皿に入ったキャットフードを見つめていました。しばらく見つめたまま、鼻を膨らませて匂いを嗅いでいましたが、やっとの思いで縁台の上に登ると、
一目散にキャットフードを食べ始めました。こんなに小さいのにキャットフードは硬いだろうと思っていた鉄蔵は、お構いなしにバリバリと食べている姿が可愛らしく見えました。すごいなと感心して見ていると、義理の母よしみが焼いた鮭の残りを持ってきました。窓を少しだけ開けてお皿に入れても、子猫は逃げもせずに夢中で食べています。黒に特別に揚げたキャットフードなので量もかなりあるのですが、鮭も見逃さずに食べています。まだ子猫なので夢中に食べていますが、食べるスピードが遅くてお皿はなかなか空になりませんでした。子猫は一生懸命お皿から離れずにひたすら食べ続けました。鉄蔵は子猫に無理しないでほしいと心配しましたが、さすがに野生の子は食べることが仕事だなと思いました。黒は呆れたように見ていましたが、子猫が食べ終わるまでじっとその場にいてあげました。子猫が満足そうにお皿から離れると、黒はやっと自分の番が来たと思い泣き声をあげました。鉄蔵は義理の母に感謝の気持ちを伝えると、ほっと胸をなで下ろしました。子猫が満腹になったところで、妻が冷蔵庫から冷えたビールとビールグラスを取り出しました。鉄蔵の家にはアルコール専用の冷蔵庫があります。基本的にビールはいつも冷えていますが、夕食の30分前に冷凍庫にビールを入れ替えます。飲み始めるときにはグラスに注いだビールの泡にかすかに結晶ができ、冷えた美味しいビールを飲むことができるのです。鉄蔵は持病の糖尿病と目の病気のこともあるので、土曜日と日曜日だけしかビールは飲みません。週末のビールはとても美味しく感じます。鉄蔵と妻はビールグラスを、義理の母よしみはワイングラスを持って乾杯しました。お誕生日おめでとうございます。体に気をつけてまた一年頑張ってくださいと妻が音頭を取ってくれました。もしかしたら子猫も一緒に暮らせることがあるのかなと考えながら、鉄蔵は笑顔で乾杯しました。妻と義理の母に感謝し、鉄蔵は幸せな気持ちでビールを飲みました。喉を鳴らしてビールを飲んだ後、縁台を見ると子猫の姿はもうありませんでした。黒がゆっくりとご飯を食べています。雨の中どこに行ったんだろう。小さな子猫はこれからどうやって生きていくのだろうと鉄蔵は思っていました。鉄蔵の家に一度だけご飯をもらいに来る猫たちもいます。今夜はすき焼きが食卓を彩ります。鉄蔵の妻が作ってくれるすき焼きは関東風のすき焼きです。鉄蔵の家ではみんな生卵が苦手なので、生卵の代わりに温泉卵を使います。昔妻に温泉卵の作り方を教えたので簡単に温泉卵を作ってくれます。昔ながらの
魔法瓶ポットに熱湯を入れ、卵を落とし、30分経ったら卵を取り出すだけで、美味しい温泉卵が出来上がります。雨の中で、子猫が大丈夫か心配しながら、美味しいすき焼きにビールを楽しんでいると、泣き声がすると妻が言いました。小さな泣き声が連続で聞こえてきます。縁台を見ると、食べかけのご飯を残して、クロはいませんでした。子猫がどこかにいるよと、妻が言いました。どこにいるのだろうと、家族が目を凝らして庭を見ています。すると縁台の下から、また小さな小さな白い顔が覗いています。なるほど、雨風をしのいで、縁台の下にいたのかと。鉄蔵はそう思いました。子猫はよいしょと縁台に登ると、黒のご飯の中に顔を入れ、匂いを嗅いでいます。一口食べるとご飯のお皿の前に、座り込んでしまいました。妻と母親はどうしたんだろうと話していましたが、お腹がパンパンでもう食べられないんだろう、と鉄蔵は思いました。子猫は座り込んだまま動きません。ご飯を取られないように、見張っているかのようです。そこに風を切って白がやってきました。一目散にお皿の中に顔を入れると、ご飯を食べ始めます。子猫のことは眼中にありません。するとぴょんと黒が縁台に上がり、奥さんの白を追い払いました。さすがの白も旦那さんの黒にはかないません。黒はしばらく子猫を見ていましたが、またいなくなりました。子猫はご飯のお皿の前で眠っています。寒い中で丸まっている子猫がかわいそうでしたが、黒は優しい猫だと改めて思いました。子猫はどこかで見ている黒に守られて、安心して眠っていられるのだと、鉄蔵は思いました。眠りの中にいる子猫を前に、家族はこの子猫が何者なのか、どこからやってきたのかと話し合っていました。家族で話したことは、この子猫は鉄蔵さんの誕生日に、奇跡的に出会った猫かもしれませんと、妻は言いました。義理の母親は、毛色も白色だし、亡くなった犬の、生まれ変わりかもしれませんと、言いました。少しだけ窓を開けて、もしも家に入ってきたら、この家で暮らせるようにしましょう。と妻と母親が鉄蔵に言いました。実は鉄蔵は動物を可愛がることは大好きですが、残念ながら生き物の世話が得意ではありませんでした。なので、子猫がこの家で暮らせるかどうかは、家族に委ねられていました。鉄蔵には権限がありません。窓から外を見ると、静かな秋の風が吹いていました。鉄蔵は、子猫が怖がらないように注意して、少しだけ窓を開けることにしました。その後、家族は子猫が家に入ってきたら、家の中で暮らせるように、準備しようと話し合いました。何を食べさせるか、どこに寝かせるか、子猫にとって居心地の良い環境を整えるために必要なことを考えました。鉄蔵と家族が子猫に受け入れられるかどうかはまだわかりませんが。
家族の会話の中で、子猫は静かに縁台で眠っていました。10センチメートルほど開けられた窓から、鉄蔵と家族は食卓を囲んでいました。子猫は再び起き上がってご飯を食べ始めています。少しだけ食べた後、子猫は庭の奥の暗闇を見つめ始めました。その後ろ姿には、哀愁漂う孤独さと深い悲しみが混じり合っているようでした。鉄蔵は何度も、入っておいでと呼びかけましたが、子猫は窓の隙間に背中を向け、暗闇を見つめ続けていました。時折振り返って、にゃーと鳴くこともありますが、鉄蔵には寂しい音聞こえるようでした。時間が経つにつれて、妻は先にしびれを切らしました。そっと窓に近づき、優しく窓を開けると、手を差し伸べて子猫を抱こうとしましたが、子猫はスルッとすり抜けて、こちらを振り返ると、縁台の下に入ってしまいました。妻は縁台から身を乗り出し、子猫を探しましたが、外は暗く、雨が降っており、子猫を見つけられませんでした。鉄蔵と家族は、この子猫は巡り合わせではなかったのだろうと感じました。秋は深まりもう11月です。このまま冬を迎えれば、子猫は死んでしまうだろうと、鉄蔵は悲しく思いました。人生は回廊のようなものだと思う。長く風景に変化がある。人生には山あり谷あり曲がりくねった道がある。しかしその道を進んでいく中で人は時に静けさを感じることができるだろう。静けさとは物事を客観的に見ることができる状態だと思う。心が安定し思考がクリアになる状態だと思う。人生の回廊を歩いていると、時に自分自身を見つめ直すことが必要だ。その時、静けさを感じることができれば、自分自身を客観的に見ることができ、人生を前向きに歩むことができるだろう。幸せとは、人生の回廊を歩いている中で、静けさを感じることができる瞬間だと思う。人生には様々な出来事が起こるが、その中でも幸せを感じることができる瞬間があるだろう。それは、自分自身が自分自身であることを認める瞬間で、自分自身に嘘をつかず、自分自身の気持ちに正直になることができる瞬間だろう。しかし、幸せを感じることができる瞬間は、常に訪れるわけではない。そのために、人は人生の回廊を進む中で、静けさを感じることができる状態を求める必要がある。静けさを感じることができれば、自分自身が幸せを感じるための環境を整えることができるだろう。人生の回廊を歩いている中で、何かに追われているように感じることがある。しかし、そのような時こそ、静けさを感じることが必要だ。静けさを感じることで、自分自身を客観的に見つめ直し、自分自身が幸せを感じるための環境を整えることができる。人生は回廊のようなものだが、その道を進む中で、静けさを感じ、幸せを感じることができるよう常に自分自身を見つめ直し前向きに歩んでいくことが大切だ。最後までリラックスストーリーズテレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。
次回作も現在制作中です。まったり、ゆっくり、時々恐怖していただけるよう頑張っております。チャンネル登録と、いいねボタンを押していただけると、作者の励みになります。今後も皆様に心地よい時間を提供できるよう、精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。